4コマギャグバトルは、公文社が発行する、主に、火の玉ゲームコミックシリーズとして、テレビゲームに関する、パロディギャグ4コマ、漫画や、ショートコミックのレーベル。双葉社の4コマ漫画王国、スクウェア、エニックスの4コマ漫画劇場、新生社の4コマ決定版などに続き、1995年に創刊。第1号作品は、スーパードンキーコング4コマギャグバトルだった。初中期までの編集元は、スタジオ DNA。最盛期には、SNK のゲームのほか、アトラス、任天堂のゲームを対象にしたものが多く出版され、人気を博した。4コマ漫画王国や4コマ漫画劇場よりも、規制基準が緩かったのか、最盛期は、爆笑ネタはもちろん、高年齢層や多少の性的要素を意識した漫画も見られるなど、前期のレーベルとはかなり毛色が異なる。特に最初期の任天堂作品でのネタ、前身的存在である、火の玉ゲームコミックのボリューム2から3に掲載された、マザー2の漫画は別期の、マザー2 4コマ逆襲本、アンソロジーと合わせ、任天堂による規制が緩い時期を象徴するものであったと言える。初期の作家陣は、いわゆる同人系の面々や公文社が当時、刊行していた少年誌、少年王、スタジオ DNA が編集に関わっていた、マルカチスーパーファミコンの漫画コーナーである、マルカチゲーム4コマシアターに関わりのある作家が多かったが、後に他レーベルに名を連ねる漫画家やアンソロジー以外の作品でデビューした漫画家も参入、元となるゲームソフトによって作家陣がかなり異なるようになった。主要な作家陣は初中期から大きくは変わっていない。古賀良一、大島永遠、ブナシエリなどこのレーベルで活躍後にブレイクした漫画家も多い。1998年頃よりスタジオ DNA が独自にゲームコミックのレーベル4コマキングスを立ち上げ出版を開始したことに伴い編集から離れる。それが影響してかは不明だが、4コマギャグバトルは徐々に対象となるゲームソフトを中引く年齢向けにシフトしている。2010年7月29日に刊行された東京木原石ガラスの森学園奇譚4コマギャグバトルを最後に現在はシリーズとしては発行されていない。この節では4コマギャグバトル及び前身的存在である火の玉ゲームコミック4コマ。ショートコミックによる番外編的存在である4大格闘ゲームギャグバトル、ギャグパラダイスに執筆経験のある作家を50音順に列挙する。この節では4コマギャグバトル及び前身的存在である火の玉ゲームコミック4コマ、ショートコミックによる番外編的存在である4大格闘ゲームギャグバトル、ギャグパラダイスに4コマ作品以外で参加経験のある作家を列挙する。4コマだけでなく、ショートコミックが合わせて掲載されているシリーズ。スタジオ DNA 編集によるアスキー出版局の4コマ本には、頂ストリート2のものもあり、このレーベルで活躍している作家が数名、執筆している。この名義で掲載経験はない。4コマギャグバトルレーベルに執筆経験がある作家で、このゲームに、イラストで参加したその他の漫画家には、佐々木亮がいる。改名は、4コマギャグバトルを離れて、以降のことなので、この名義で、掲載経験はない。4コマランドは、強文社が90年代半ばに発行していた、ゲームアンソロジー。このレーベルに参加した作家のほか、東清彦やチャーリー西中等が執筆していた。ザ・キング・オブ・ファイターズ94 4コマギャグバトルのみ。この名義を使用。ありがとうございます。